どうも。腹筋をしてもなかなかお腹がへこまないんです。腹筋の種類によっては首や腰が痛くなってなかなかできない、そういった方におすすめなアイソメトリック腹筋というのを紹介していきます。お腹がへこまない原因としては反り腰、腹横筋が弱い、姿勢が悪い、この3つがあります。今回はその3つが改善できる腹筋方法になります。アイソメトリック収縮というのはですね、プランクのように力を入れた状態でキープ、そういった筋肉の使い方になるんですが、このメリットとしては普通の腹筋は体を動かしますから首に負荷がかかってしまう、または反動を使って違うところに力が入ってしまう、勢いよく体を動かすためにお腹の力が逃げてしまう、そういった原因があります。そこで今回はとっても行いやすくてたった5回でしっかり効くやり方になってきます。レベルに応じて3種目紹介していきますので、順番に初級から行っていきます。スマートフォン持ったままできるメニューにしてますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、まず通常の腹筋というと、体を起こしてね、腹筋を動かすと思うんですけども、実は腹筋を動かす部分ってちょっとなんですね。体を起こす、これぐらいの幅でもう腹筋って効いてるんですね。ここから後っていうのはあまり腹筋に効いてなくて、太ももとか腰に効いてしまってます。そこで今回はここからここまで起きるだけでもいいんですけど、さらに腹筋を締めたいのでお尻を上げます。体をしっかり起こした状態でお尻を浮かせる、そうするとさらにお腹が締まりますよね。上半身だけ起こした状態の腹筋よりもお尻をさらにこっちに近づけることによってお腹がさらに締まります。この状態で10秒間息吐くっていうことを5回していきます。息10秒吐きながらお腹はどんどんへこませてください。その方が腹横筋がつきます。これは体を揺らさないので首の負担が少ない、そして一気に腰を丸めないので腰の負担も少ないです。これをまず初級編として5回やっていきます。スマホは前に置いて上体をしっかり起こします。足は肩幅で OK、 できるだけ上体を起こして腰つけてお尻をキュッと上げる、手が1個分入るぐらい起こします。これで10秒キープ、息吐きます。10秒息吐いたらすぐ吸ってまた吐き続けます。上体起こしたままです。それでは行きましょう、スタート。1、お尻上げて2、3、4、5、6、お腹締めたままキープ、10回吸って吐きます。1、2、3、4、頑張って5、お尻が下がらないように10回吸って吐きます。1、2、首つかれる方は頭を持ってお腹どんどんへこませて7、8、9、10回吸って吐きます。1、2、3、4、5、6、お尻が落ちないように7、8、9、10回吸って吐きます。ラスト1、お腹どんどんへこませて3、4、5、6、お腹締めたまま8、9、10、あーは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 ー。初級編からしてまあまあきつかったと思います。次は中級編です。頑張りましょう。中級編は状態は今と一緒です。しっかり起こします。こっからお尻を上げるんですけど、さらに片足を手前に寄せます。そうするとさらにお腹が片側だけさっきの初級よりも近づきます。なのでしっかりね、上げてる足側にしっかり効きます。これを左右3回ずつ6回になりますけども、いきましょう。呼吸は一緒、10秒吐き続ける、スマホ見ながらでいいです。それではいきましょう。起きてお尻上げて片足しっかり抱えていきます。スタート。1、2、3、しっかり抱えて、お尻曲げて、7、8、9、10、吸って、吐け、あ、きつい、2、3、4、あ、きつい、はぁ、
吸って吐く、1、2、3、引っ込む、6、開けて、あーだー、はあ、反対行きましょう。みんなもし夜やる場合、叫び声に注意してください。さあ行きましょう。行きます、スタート。1、息吐いて、2、3、押し投げて、5、6、7、8、9、吸って吐いて、2回目、2、3、4、5、6、腰しっかりつけて、2、9、はい、吸ってラスト、1、2、3、お腹が伸びないように体を起こして、さあラスト、上級編頑張っていきましょう。上級編は5回だけです。いきましょう。状態は一緒です。スマホ持ちます。呼吸は10秒吐く5回。上体をしっかり起こしたままで、両足をちょびっとだけこうやって、お尻が全部つかないように、お尻を少し浮かしたところで、さらにクッグッと、これぐらいの幅動かします。息10秒吐きながら小刻みに動いてください。いきます、スタート。1、2、息吐きつけて、3、4、5、お腹をキュッと締めて、7、吐きて、8、9、あー吸って吐いて、2回目、1、2、もも胸つける感じ、3、4、5、6、はい、吸って吐く、1、上体しっかり起こして、2、3、7、8、5、6、7、8、9、はい、吸って、はい、じゃあ3回目、1、ガー、お腹開いて、吸って、吐いて4回目、1、2、3、4、8、はい、吸って、はい、吐いて5回目、ラスト、1、上体しっかり起こして、2、3、4、5、6、お疲れでした。いやー、やっぱりね、アイソメトリック収縮アブス腹筋よく効きましたね。やっぱりね、普通の腹筋っていうのは力が抜けて入っての繰り返しなんで、ちょっと休む時間があるんですね、腹筋に対して。でこれってお腹に力入ったままさらにキュッキュッてしてるんで、お腹が休まらないんですよね。だからきつい。そして息をね、長く吐く、10秒吐くってことはとてもね、お腹をへこませることに大切です。腹横筋がしっかり身につきますから、なかなかね、自分に合う腹筋がないなとかね、普通の腹筋ちょっと首痛いし腰痛いなって方は、今回のね、お腹に力入ったままキープ、アイソメトリック腹筋おすすめです。頑張ってやってみた方、辛かったよとか、自分のレベルが初級、中級、上級どれだったよとかね、教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。